日比田神社。日比田神社は、神奈川県伊勢原市三宮に鎮座する、相模国際呼吸の神社。相模国三宮。古くは、神大明神とも称した。演技式神明朝記載の日比田神社、相模国の演技式内社十三社のうちの一社、とされるが口実のように、論者も存在する。大磯町、国府本郷で行われる、国府祭、河野町に参加する。 相模五社の一社相模国産宮にあたり、所在地名の三宮は当社にちなむ。旧社格は五社で、現在では神奈川県神社長による根平氏参考神社となっている。以上が現在の祭神とされているが、日本の神々神社と聖地から十一関東によれば、過去には四つの説が存在したのだという。うち三説は現在の祭神と、 おおむね同じであるが、特筆すべきは、新編相模国風土器交換の五十に記述されている、当社社頭の盆栓、現存せず、失った理由は、公説の、歴史を参照のことの名文にあった、天平年中鎌倉沈賞の染谷屋太郎大部、時忠の礼を祀ったとの記述である。しかし同書では、これを祭人とするのは、今の社殿と、大いに異なるので信用しがたいとも述べている。 天保五年1834年に書かれた日下田記によれば当社は神武天皇の天下平定の際に人々を守るために混流されたとしている日下田神社参拝のしおりによればこれは神武天皇六年紀元前655年のことで人々が古くから祭祀の行われていた統地を裁量と選定し大戦を新大山とし報告主相を 日本国例として祀った子を起源としている。しかし、境内及び近隣から発掘された遺跡物から、縄文時代中期の環状排斥中にある立石が、最新遺跡と推定され、当社の延元は1万年以上前の縄文の、原初的な山岳信仰にまっさかると推定され、東日本最古級の神社となる可能性がある。当社は、大仙の東南三山に鎮座しているが、 日本の神々神社と聖地から十一関東においても、当初は大山を要配する宮だっただろうと考察している。ひひた伝記によれば、崇神天皇7年、紀元前91年に、新地神戸を寄せられ、水人天皇27年、紀元前3年8月には、神議官が御事のりを受け弓矢を奉兵している。ひひた神社参拝のしおりによれば、大化元年、 六百四十五年大酒会神と小酒会神の二柱を合祀し、その際、うずら瓶と呼ばれる、末期が収められたのだという。さらに、ひひた神社参拝のしおりによれば、地頭天皇六年、六百九十二年に、国主伏せ阿尊職ぬの里氏、伏せの阿村子淵が社殿を修復するとともに、狛犬一地帯を奉納している。天平十五年、七百四十三年、 竹内すくねの末孫である、木阿村ますますまろ、木の阿村ますまろを、初代宮司に迎えるとともに、聖武天皇より荘園を賜った。ひひた神社参拝のしおりによれば、天長九年、832年には、国師の立花の阿村、峰次を直視として、相模国僧者、寛大明神の信号を、純羅天皇より賜ったとされる。延長五年。 927年に成立した演技式神名帳には、相模国大従軍の勝者四座の一つとして、ひひた神社が記載されているが、新編相模国風土機交官の5十によれば、当社の他に上笠谷村、現伊勢原市上笠谷の小安明神社も式内者、ひひた神社と言い伝えられているのだという。同書では、当社宮司が語った、ひひた神社と書かれた古学を、 小安明神社の主に貸したがついに返さず、小安明神社がこれを掲げて式内者と称したという話を紹介した上で、この話に証拠はなく、さらに当社も、小安明神社も式内者、非ひた神社である交渉はないため、どちらが式内者か判断はしがたいと述べている。日本の神々神社と聖地から十一関東では、当地が古代感動を見下ろす位置にあって、相模国、 第二期国府の有力な所在推定地とされていることに、加え、社殿では国府所在時の創者であったとされること、また、江戸時代に小安明神社と当社に下された主院上の内容から見て、当社が式内社、非下田神社であろうと考察している。元略元年、1184年、源の頼朝が大規模な社殿再建を行い、文治元年、 1185年には、天下太平祈願の五願書を建てまつっている。また、あずま鏡研究三年、1192年8月9日の城、上に源頼朝が、北条政子の案を、三宮館大明神に祈願し、神名が奉納されたとある。神辺相模国笛土紀公館の五十によれば、明王年間ごろ、1492年から1501年、 二陛下により、車両を失い、車人具装も離散して大きく推備したのだという。神戸村の名称は王子に不福であった異名であると言われる。さらに同書によれば、天正年間1573年から1593年の初めにシ地を、拉致面から現在地に移し、商社を建てて先座したのだという。天正19年、1591年11月。 徳川栄康より、主院状が下され、車両十国が寄進された。新編相模国風土器交換の五十では、これにより当社はようやく復興を見たと述べている。その後も、歴代の将軍より寄進を受け、明治に至っている。明治六年、1873年二号車に、定められて十六家村の総鎮守となり、明治四十一年、1908年には、 新鮮平白とも新神社に指定された。現在では神奈川県神社町による金平市参考神社となっている。染谷太郎大部と北田を祀ったという名文入りの盆章が太平洋戦争の最中、金属資源回収の戦時教室により失われた。現在ある盆章は昭和25年、1950年に作成されたものである。昭和28年、 1953年当社の元宮司である長井三次により三宮郷土博物館が併設されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。